まあ。おはよう。声がやばい、声枯れすぎちゃった、声枯れ、声枯れた。おはよう、たんちゃんだよ。今日は本当にご覧ください、今本当にアラームして起きたばっかりなんですけど、最近のたんちゃんといえばもうクマがすごくって、わかるわかる、クマがすごくって本当ベアベアって感じ、おめめがクマのプーさん状態でね、すごいよね、なんか本当なんかさ、ついに来たかっていう感じ。今まで正直なんかタンちゃんのお目にクマが現れるなんて思っても見なかったから、本当ね、クマがね、わかるわかるかわかるか、なんかできもんできた、最悪。待って、クマどころじゃないんだけど、ちょっと待って、え待って、ニキビできた、え待って、ええ待って、クマじゃないわ、もうもうお話はクマじゃないわ。え嘘でしょ、えちょっと待って、ええ一回止めるね、ええちょっと待って、えあるよね、あやば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 え悲しいんだけど待って、最初なんかやばい、鼻くそついちゃってると思って確認したらさ、え、ニキビじゃん。え、待って、え、最悪じゃん。え、待って、待って。ここら辺のとこ。待って、食べ過ぎかな、最近。確かに。確かに、先週先週ってか、今週週5で飲んじゃった。ね、やばくない？ほんとな、なんだろうね。週、ダメだね。飲みすぎだね。お酒をさ、飲んじゃうとさ、なんかさ、食欲が止まんなくなっちゃって、ね、飲みすぎ食べすぎで、多分今体重測ってないんですけど、おそらく3キロぐらい、今週で太ったんじゃないかなって睨んでる、たんちゃんは。やばい。どうせね、マスクしちゃうしね。もういっか。ポンポン。オッケー。では、本題に入りましょう。見てよ、このクマ。やばいでしょ？最初はさ、なんかさ、涙袋かなとも思って見たのよ。ね。ちょっとまだクマっていうのを、絶対になんか、認めたくなくって、いや、涙袋は最近ぷっくりしちゃって、とか思ったんですけど、そんなわけなかった。クマだった。なので今日はちょっとなんかネットでいろいろ調べて、こうしたらクマが消えるよっていう情報を得たので、それをちょっとやっていきます。おう！おう！まずね、タンジャーみたいにこうやって、いくよ。こうやって伸ばして薄くなるじゃん。こうやって伸ばして薄くなるよっていうお友達は、青クマって言うんだって。青クマはね、血行、冷えとか血行が悪くなっちゃって、できてるらしいの。って書いてあった。ね。なんか、寝不足とか。で、だから、そういうお友達はまず温めることが大事らしい。なんか、だから、タンちゃんって手がすごい温かいの。なんか本当に心も温かいし、手も温かいんだから、手をまず、ピッ、どうどう変わったかな、まず温めて、で次がなんかここ血行良くするから、まずギュッてギュッてって、もう本当にみんな集まり、アンパンマン、キュッ、ま、中心のキュッ、解散また集合と解散を繰り返して、このね、筋肉を動かしてあげてね？どう？ちょっとマシになった？え、待って、悪化してない？なんか、え、シワがさ、1、2、3本増えてない？え、最悪、え、嘘でしょ？嘘でしょ？で、次は、なんか、ツボがあるらしくって、この目頭と、目尻と、この頬骨あるじゃん。そこの、ちょっと下ぐらい。これ？この3点？てんてんてん、てんてんてん、てぃー！ピュー！待って、傷ついたんだけど。え、待って、お肌に穴が開いた。え、最悪。待って嘘でしょ？まあね、バルダガキはここまでですよ。もう人間の限界ここまで。自分にできることやりました。うん、これ。これだよ。下地。下地を塗って、
隠蔽、隠蔽、隠すしかないんだよね、こういうのって。やっぱね、なんでも悪いことってさ、隠しちゃうよね。ね、たっちゃんもさ、ほんとさ、好きな人と話すとき、超猫かぶっちゃうもん。こんなんじゃないもん。そうなんですか？すごいです！やっちゃうもんね。ほんと、マジ隠蔽だよね。全然関係ないけど、このコンシーラー5年ぐらい使ってるんだけど、一生終わんない。今まであんまクマできなくって、ね、できてたんかもしんないけど、あんま意識したことなくって、ね、使う機会なかったです。最近ヘビーローテーションって感じ、本当に。最近気づいたんですけど、なんかなんだろう、お酒飲んで寝るとなんか睡眠時間が少なくて済むのよ。たっちゃん基本はなんか8時間ぐらい寝るんですけど、なんかお酒飲んだ日は5時間ぐらいで目が覚めちゃう。全然なんか眠いとかじゃなくて、なんか全然すっきりなんだけどね。多分それも原因だよね。5時間睡眠ってほんと死亡するもんね、ほんと。お亡くなりって感じね。危ないよね。はい、どう？消えた？ま、あるよね。全然あるよね。ちょっと待って。全然あるよね。あ、でも、どう？さっきよりマシ？イエーイ。じゃあ、ビフォーアフター出しときます。せーの。イエーイ。アフターだからさ、なるべく笑顔の方がいいじゃん。イエーイ。はい。たんちゃんのクマ対策講座、いかがだったでしょうか？皆さんも、クマとばおさらば健康生活をお送りください。はい、 See you。キュピちゃんのお尻、キュピちゃんのお尻。